はい、おはようございます。漫画スクリプトドクター、後藤です。今日はですね、映画を見た方がいいのか問題に終止符を打つということでやっていきます。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて漫画作りを楽しく応援していくチャンネルです。ぜひ画面右下のチャンネル登録ボタンお願いいたします。さあ。 ね、今日は映画の話、ね、映画をたくさん見た方がいいってよく言われますよね。漫画作りのためにとか、物語を作る力をつけるために、ね、映画たくさん見た方がいいよっていう意見ってみんな聞いたこと多いんじゃないかなと思います。僕自身もそれで、本当なんですかと、やっぱり見た方がいいんですかってよく言われます。で、それについてどう思うかというお話をしていきたいんですけれども、さあ、どうでしょうね、これね。で、答えから言うと、僕が思っているのは、映画は、 見た方がいい。ね。これは、しかし、楽しく見れる人は、ということがあるんじゃないかなと思ってます。ね。えー、まずですね、思っているのは、えー、あ、そう、今日ね、えー、メモね、いっぱいちょっと話すことあるかなと思ったんで、メモを取ってきたんですけど、まずね、その、そう、完全に変人度が上がってきてるよね。えー、ね。さあ、えっ、ー、と、 まずねこの映画作りをですねあごめんなさい映画を見た方がいいって言ってる人っていうのは多分ねそもそもねでも映画を見るのが好きな人たちが言ってることっていうのが多いんじゃないかなと思います映画見た方がいいよって言ってる人って。ね、だからそ、ね、そもももねでもこれを 映画を見るのが好きな人はいっぱい見るとね、いいと思うんですよ。多分得られるものいっぱいあるんじゃないかなと思います。でも映画を見るのがそんなに私めっちゃ好きだなっていう感じでもない。むしろ映画見るのやや苦手意識とまでは言わないけど、そんなに進んでみたいってあんまり思わないなっていう人もいるかもしれない。ね、そういう人がじゃあ無理してまで映画を見る必要があるのかっていうと、 そこまで僕はだから、それだと怪しい。あんまり効果的じゃないんじゃないかなと思います。それは何でかって言うと、やっぱり無理して見てると絶対。まず好きな人に勝てないよね。もう好きな人はそこからもうたくさん得るけれども、無理して見ててもそこから得られる映画から得られるものっていうのが、まずすごく少ないんじゃないかなと思います。で、これはまた前回もお話ししたと思うんだけど、目的意識ですよね。何のために映画を見るのかっていうのが分かってない。まま漠然と。 しかも楽しくもなく見ていたら多分ほとんどただただ見ているなでそれが何に生かされるかっていうのもまあ効果がないとは言わないけれども、まあ、なかなか。 それが実力に変わっていくかっていうと、ちょっとあんまり考えづらいんじゃないのかなって思いますね。何かね、これを得るんだというのがあって見てるんだったらね、話は別だけど。で、それもあって、で、あとはね、映画作りっていうのは、この問題があるよなっていうの。映画っていうのは、この問題があるなっていうのは、もうエンタメとして面白すぎるんですよね。っていうのがあって、だから勉強のために見るんだと思っても、いつの間にか、 面白いなと思って、ただただ楽しんでるっていう状況になりません。多分ね、僕は結構そうなるんですけど。えー、っと、もうだから、その、勉強のために見ると思っても、そもそも楽しく作られすぎているので、いつの間にかエンタメとして楽しんじゃうよね。で、それでいいのかと、勉強としてね。えー、で、まあ、これは最後にいいんじゃねっていう話にはするんだけど、えー、まずそういう問題があって、なかなか、学びという意味では、少し難しいところがあるかもしれない。 で、もう一個ね、そもそも表現手段が違うっていうことにも皆さん気づけてますかっていうのは僕はね、確かめておきたいなと思ってます。というのは、漫画と映画っていうのはそもそも表現手段が全然違うんですね。えー まあ、近い作風のものもあります。まず、でも漫画っていうのは基本的には、えわ、ー、かりやすい表情っていうことがまず入れられますね。記号化された表情で、えー、読者に感情を伝えたりすることができるっていうのが漫画の特徴ですよね。であとは、心の声を喋ることができます。心の声、モノローグっていうのを漫画では入れることができるし、えー、さらに、えー、吹き出しみたいな、こう、吹き出しも心の声をね、表す えー、吹き出しとかもできるじゃないですかウニフラとかもあるしねっていうような感じでこれは全然映画とは違う手法なんですよね映画っていうのはじゃあどういう風になってるかっていうと映画は生身の人間でリアルなこの表情からあの感情を推察するこんな気持ちなんじゃないかなっていうふうに推察しながら感情を読み取っていくっていう、えー、伝え方なんですよね。 その映画の中の多様な背景とかの、えー、状況や出来事などの流れから、えー、こんな出来事が起きたらそして人間とはこんな気持ちになるんじゃないかっていうのを想像させながら、えー、伝えていくっていうのが映画の基本的な撮り方ででもちろんそういう作風がそのまま、えー、漫画になることもあるんだけどそもそもだからそういうふうに表現の手段が違うからそのまま映画の演出が漫画としてめちゃめちゃ 使えるかっていうと、やや変換が必要なんですね。で、しかもそのことにも気づけてないまま、漠然と見ても、多分、身につかないんじゃないのかなと僕は思ってしまいます。ね。そして、ただ、でも、僕が映画を見た方がいいっていうので、この意見は確かにこれ面白いなって思ったのが、えー、このね、クソ映画ね。 まあ、クソ映画って言ってもせっかく制作物,制作物なんでクソとはあまり言いたくないんだけど、えー、まあ、合ってない映画だよね。自分と合ってないなっていう映画を逆に見た方がいいっていう意見を僕は、大塚先生とかがな、言われてて、あ、これは確かにそれあるなと思ったんだけど、ね、お、ね、えー、これはその自分に合ってない映画を見ることによって、 その、会ってないね。まあ、あまあ、微妙だなって思ってる映画を見てると、その微妙だなっていう映画を見てる中で、自分の、あ、ここはいいな、みたいな金銭に触れるところがあって、えー、そこで、あ、私はこれが好きなんだ、みたいなことに気づくことができる、みたいなことをね、言われてて、あ、確かにこれはそういうことはあるな、って思ったんですよ。で、でも思ったんだけど、僕みたいにあんまりこう映画をね、えー、すごいこう好んでめっちゃ見るっていう人じゃない人だと、 まあ確かにそれはわかるんだけれどもとそのためにですね、えー、この映画ってやっぱりそれなりに時間をとるんですよね23時間とれるじゃないですかこの23時間をですね、この週の中に何回かっていうのはですねいやーちょっと時間がもそれだったらその23時間もうちょっと他のことにできるんじゃないっていうのがあってちょっともうだからもう手放しにおすすめはいや僕はあんまりできないかなみたいなのは思っています。 でなんだけどでも僕は最終的にはやっぱり映画は見るといいんじゃないかなと思っています。それは何でかっていうとやっぱりここですよねでも感動は何より大事っていうことがあると思います。ここれはやっぱり作家として、ね、この し,しっかりいろんなことに感動して柔らかい心を持っておくっていうのはものすごい大事なことだと思うんですね。そして感動体験っていうのはやっぱりできないんですよそんなにたくさんは。でそんな中で映画良い映画っていうのはもう心をじーんと震わせる素晴らしい感動体験っていうのができるかもしれない、えー、一つの作品ですよね。だだからそれを見見るるななななととはは言言わわいいよねんけど えー、だからもう絶対追い求めてみた方がいいと思うんですよ。で そこでだからしっかりあ,あこういう感動があるんだって自分のえ自分自身が感動しておくっていうのはすごく大事なことだと思います。だから僕はえ目的としてねやっぱり映画をじゃあ何のために見るのかっていうところだから一番最初にも言ったけど目的が大事だよねって思うんだけどこの目的づくりの時にもうとにかくまず面白くて自分の心を真に震わせる映画を追い求めてそれを見るんだっていうふうに探してえもうただただもうえだから目的はもうエンターテン もう楽しむために自分が心からね楽しんで心を震わせるそういう作品に出会うためにそれで見ていくっていうんだったら僕はもうめちゃめちゃそれ賛成だなと思います。ね、でそんな中でさらにやっぱり僕確かにあの続けていくとね良さが分かって面白くなっていくっていうことも絶対あると思うのでやっぱりそういうモチベーションの中で、えー、作品を見ていって。 あもうどんどん映画が好きになっていってでそ,のその先にねどんどん映画を見るようになるっていうのはそれは素晴らしいことじゃないかなと思うのでそうなったらね映画たくさん見るっていうのはめちゃめちゃおすすめだなと思ってます、ね。だけどやっぱり今苦しいなって思いながらねその映画を見ても本当に得るものが少なくなっちゃうのでそれだったら別に無理して見る必要はないのかなって思っているっていうのが僕の今の考えです。 ね、であとねもう一個ね僕がお伝えしたいなと思ってるのが僕ね昔ねこんなこと言われてああこれは確かにね映画をたくさん見ておくっていうのに一つすごく僕の中でああそれはわかるって思った話があってそれが何かっていうとですねえっ、ー、とね映画っていうのをたくさん見ておくと、ね、何がいいことあるかっていうとその映画を見た後に10年経ってまたその映画を見た時に感じ取り方が変わっているという。 自分の変化に気づくことができるんだ。っていうことをね、聞いて、ああ、それはあると思った。たくさん映画を見ておけば、ね、その後に自分がもう一回見て、ああ、あの時はこう思ってたな。正直クソだと思ってたなと。しかし今はこんなに響くんだみたいなこと。それってよりいい経験だよね。で、それってでもさっきも言ったように、深い感動経験として、よりその得られる感動っていうのが深まって、 より豊かな体験ができるよね。で、それは一個あるよなって思ってますね。で、だからこれも自分が感動を追い求めているんだっていうね、えー、ことを意識して見てもらうとより効果も出てくるんじゃないのかなと思うので、ね、ぜひ映画はやっぱりもう作品として楽しんで見てあげるって、見るっていうのがいいんじゃないのかなっていうのが、えー、僕からの僕のこの一意見ですという感じです。皆さんはどう思うでしょうか ね。さあ、というわけで、えー、今日のところはここまでです、えー。画面右下にチャンネル登録ボタンがあるので、ぜひ応援お願いします。あとね、えー、この動画を見て、このね、漫画文法の大切さをね、皆さんに僕はこのチャンネルで伝えていきたいので、よかったらこの動画を見て思ったこととか、ツイートとかしていただけるととても嬉しいです。じゃあ、また次回です。またね。